こんにちは、デリッシュキッチンです。肉巻きキムチおにぎりを作ります。キムチ 100g は粗く刻みます。丼2杯分のご飯にキムチと白いりごま大さじ1を加え、韓国のり1パックをちぎり入れて混ぜましょう。ご飯を6等分にします。ラップの上にのせて、それぞれ俵型に握りましょう。豚バラ薄切り肉 100g を縦長に広げ、ご飯を手前にのせて、ご飯が隠れるように巻きます。同様にして合計6個作り、片栗粉大さじ1と2分の1を全体にまぶします。フライパンにサラダ油大さじ2分の1を入れて熱し、肉巻きを巻き終わりを下にして入れ、転がしながら中火で焼きます。全体にこんがりと焼き色をつけ、酒大さじ2を加えて蓋をし、弱火で3分ほど焼いて肉に火を通しましょう。醤油と砂糖それぞれ大さじ2分の1、コチュジャン大さじ1を加え、全体に絡めて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。